今日は本当にこんなにいっぱい満席で詰めかけてくださいましてありがとうございます。私は、武蔵野政治塾の代表事務局長の立花と申します。そして今日は、太陽の蓋を見ていただきましたけど、この太陽の蓋の、プロデューサー制作者も私で、まあ、ダブルなんでね、私がマイクを渡していただきます。どうでした皆さん、初めて見た方っていらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。いや、すごい。結構ね、この武蔵野では何回も上映をね、やっていただいております。それでたくさん見てくださったけど、もう一度という方もいらっしゃるんでと思ったんですけど、いや、本当にありがとうございます。これは2016年に最初、渋谷のユーロスペースで封切りしました。そしてね、まあ、日本中回ったんですけれど、同時に世界に結構行ってきて、特にフランスでは、ね、180映画館開けてくれたんですよ。日本よりも多い、しかも、まあ、神田直人さんと一緒に行ったりすると、そのこういうアフタートークがね、夜中の12時まで続くとかね、まあ、本当に激しい議論を、まあ、して、日本に帰ってきて、そしてまあ3.11 が近くなったらまた上映するとかいうことを繰り返してきております。そして今日はその、まあ、映画の上映と合わせてアフタートークということで、これから始めさせていただきますけれど、まあ、映画館なんでね、ちょっとこうフランスと違って夜中の何時までとかいうわけにいかないんで、今から始めてもう4時25分までかかるかどうかわかりませんけど、もう4時25分には絶対終わらなきゃいけないと、もう誰が喋ってても終わらなきゃいけないと、話の途中でも終わらなきゃいけないみたいな時間設定になってますので、ご了承いただきたいと思います。スペシャルゲストですけれど、紹介いたします。まずこちら、笹岡優子さん。笹岡さんはまあ皆さんご存知の方が、武蔵野市民だったらご存知だと思いますけど、去年の年末12月25日の市長選挙に立候補されて、残念ながらごく小さい差で負けちゃったんで、まあ、今日はその話も後で出ると思いますけど、そこの部分も少しだけ楽しみにしておいてください。松下玲子さん、はい、こんにちは。松下さんはその笹岡さんが出た選挙、市長選挙の、まあ、松下さんが市長をその前をやってたんで、松下さんが辞任したから笹岡さんが選挙に出たという、そういう2人の関係です。元前武蔵野市長です。ということでね、市長を辞任した人、その後選挙に出た人という2人を今日はお迎えして、選挙の話だけしたら叱られるんでね、太陽の2人に来たんだよと、選挙の話を聞きに来たんではないよと言われたら困るんで、その話は後で少しだけと、少しだけですけどね、面白い話出ると思いますよ。まあ、それをしたいと思います。まずはね、映画ですけれど、どうですか、その笹岡さん、笹岡さんはね、この 3.11 の頃どうしてたとかね、これどういうふうに思ったとかね、その時どういうふうに感じたとかね、映画とかなんか、ちょっとイントロだけと自己紹介とイントロお願いします。はい、本日はよろしくお願いいたします。笹岡優子と申します。私は2015年に武蔵野市議会議員として初めて活動を始めるわけですけれども、まさにこの311の原発事故が政治を志した本当の原点のきっかけとなっております。その頃何をしていたかというと、生後7ヶ月ぐらいの子供、赤ちゃんを抱えて、原発事故を東京都武蔵野市で経験しておりました。本当に非常事態が起こって、皆さんもそうだったと思うんですけれども、地震も津波も原発事故も本当に人類が経験したことのないようなことが幾重にも重なっている中で、どうやったら子供を守ることができるんだろうかとか、これから社会がどうなっていくんだろうかとか、そういったことを改めて考えて、まさにこの政治を志すきっ
思い出したりして、こういってこのように映像として残っていることがどれだけ大切なことなのかというのを改めて実感しながら見ておりました。はい、ありがとうございます。松下さんもちょっと自己紹介がたら、はい、その3.11との関係を簡単にお願いします。皆様こんにちは、松下玲子と申します。私は2005年に都議会議員選挙に出たのが、初めての政治家のスタートでした。2011年の時は2期目を再選した後に、ちょうど私も笹岡さん先ほど7ヶ月のお子さんいらっしゃったというお話でしたが、私は2歳の子供がいた時に、都議会の本会議最終日に本会議が終わって控え室に戻ってソファーに座った途端にすごい揺れを経験して、それが3月11日の2時46分でした。その2週間後だったでしょうか、市内を政治活動で、その年は統一地方選、武蔵野市議選がある年でしたので、市内をいろいろポスターのお願い等で回っていた時に防災無線が武蔵野市内を鳴り響きました。武蔵野市に水を供給している葛飾の浄水場から放射性物質が検出をされたので、乳児には水の飲用を控えるようにという放送だったんですね。で、私子供は乳児ではなく2歳で幼児なんですが、赤ちゃんには飲ませちゃダメだけど2歳には飲ませていいのかなというのがすごく心配になり驚きました。当時武蔵野市は乳児には水をペットボトルの武蔵野市の水を無償配布をしていたんですが、赤ちゃんだけで1歳や2歳の子供には配布はなく、買いに走ってもどこもペットボトルの水は売ってないという状況もあって、改めて原発事故の悲惨さ、いざという時にもう東京でもこれは、被害があり命を脅かすものだということを痛感をしました。私は福島原発事故後から脱原発、原発のない社会を実現したいという思いをその時から強く持っています。そのためこの映画も武蔵野市でも上映会を何回かこの間上映しましたし、2016年からですが、映画の最後2015年の様子出てきましたけど、今も汚染された土の問題も解決をしていませんし、水は海洋放出始まってますけど本当に大丈夫なのかなとか不安がいっぱいあります。また皆様とそういう思いを共有しながら原発のない社会を目指して頑張っていきたいなと思っています。そうです。はい、ありがとうございました。笹岡さんは、ちっちゃい乳児を抱えての、ね、3.1 だったと思うんですけど、その時にどういう行動をしました？そうですね、それまでは民間企業にばかり勤めていて、新聞とかも日本のものばかり見ていたんですが、なかなか情報が出てこなかったので、その時は海外のニュースとかさまざまなところから情報を得るようにして、本当はどれが正しいのだろうかと思いながらも過ごしていました。その時に、原発 の建屋が水素爆発をした画像が流れて、松井さんがおっしゃったように、赤ちゃんはペットボトルの水を飲みなさいと、空気と水がやれるなんて思っていなかったので、ものすごい恐怖で、若くってまだお金がなかったんですが、とりあえず西に行きたいと思って、その時も西に行くという決断をするまでに知り合いもいないしお金もかかるしどうしたらいいのだろうか、なんか後ろめたさもあるし、さまざまな迷いがあったんですが、夫に相談して、とりあえずそうしようと、最善を尽くそうという話で、初めて7ヶ月の子供と一緒に長旅を新幹線でする決断をしました。で、本当にドキドキして、それこそ片道切符で行ってますから、お金も心もとない状態で行ってますから不安ばかりだったんですが、新幹線に乗った時にベビーカーがたくさんあったんですね。で、そこで本当にハッとして、同じ思いの人はこんなにたくさんいたのかと思いました。で、本当に張り詰めていた、その原発事故からずっと張り詰めて過ごしていたんですが、そこで赤ちゃんだったので、前の人のおじさんの髪の毛を掴もうとして、そこでちょっと
笑えたんです。で、振り返って、あ、ここの3.11 以降ずっと笑ってなくって、張り詰めて過ごしていて、ようやく少しホッとしたというか、した瞬間をとても覚えています。じゃあご主人は東京で仕事があるから残って、子供さん赤ちゃん連れて、西に移動したということなんですよね。はい、そうです。あ、そうですね、初めて聞いたけど、でも映画の中にね、アメリカ人の方が、もうたくさんね、アメリカ人にはもう国から何キロ以内の人はもう出た方がいいですよという指示があったんですよね。だからほとんどたくさんの人が出て、東京から出ていったし、アメリカに帰った人もいるし、中国人もそうですよね。だから、まあ、そういうだけ、実はそれだけ危険なことだったというのが、割となかなか伝わってなくて、いや、伝わってないどころか、今もね、そんな危険なことだったんだということを認識が少ないのが現状なんですよね。で、それをね、一番よく分かってた人がいます。だけど本当にね、頑張ってそのことを認識してた人がいるんで、今日はね、スペシャルゲストでね、実はさっきからずっと出てきている菅直人さん、どうぞ。菅さんね、はい、自分の映画を見てるようでね、気持ち良かったか悪かったか分かりませんけれど、菅さんとね、私とこの映画を引っ提げて、フランスにもイタリアも行ったじゃないですかね。本当にもう、2019年でしたかね。まあもう本当に行くたんびにね、菅直人が来るってね、もう日本と違うえらい人気でね、あ、日本と違うえらい人気になっちゃいけないな。もうね、フランスの時なんかね、もう映画館満員だっていうのはずっと行列できてね、次の会話って、ね、待つぐらいね、すごかったんですよ。まあ、そのぐらいね、菅さん、みんな世界の人はよく知ってるんですよ。あの時に菅さんがどうやったかというとね、この映画見たい見たいと言ってね、たくさん人が集まって、菅さんね、最悪のシナリオだったんですよね。あれ菅さんがね、行って作ってもらったんですね。その辺の話をちょっと聞かせていただけますか。確か日本沈没という映画かなんかありましたね。あれは日本全体が沈没して、全員が日本から出ていかなきゃいけない。私はあの事故を起きた時にそのことが頭によぎりました。まあ、結果としてですね、最悪の場合に少なくとも関東全域から人々が逃げて、いかなければならなくなる、そういうリスクが非常に高かったと、そう思って今でも思っています。まあ、そこまで、行かないでなんとか防げたという言い方がいいかどうかわかりませんが、まあ、まさにこの映画のようにですね、そこまでは行かなかったですが、やはり私もそれまでは原子力というのは実は大学でも少し学びましたし、ある程度必要だろうと思っていた立場でしたが、あの事故以来ですね、やっぱり、原子力はエネルギーとして使うべきではないと、再生可能エネルギーで必要な全てのエネルギーは十分に、供給可能だということを確信を持ちましたので、それからは原発のない世界を作ろうということで、微力ながら頑張っております。いやね、やっぱり菅さんが総理だったからね、ああやってこう乗り込んでいて東電にこう待ったをかけるって絶対するんじゃない。で、東電は東電でね、その現場は本当にね、よくやってたと思うんですよね。その現場の人は撤退なんて考えてなかった。だけど本店の皆さんがね、勝手にもう撤退しないと現場の人がやばいと。でも考えたらね、現場の人が撤退しちゃったらね、もう原発を叩かしてたらね、とんでもないことになりますよね。いや、それはもう放置することになりますから、その前にどこまで、それがですね、この特に4号機の状況非常に危なかったですから、それがどん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 何ヶ月もその放出したら本当にですね、関東全域から避難しなきゃいけなくなる、そういう事態に、陥りかねなかったと。まあ、そこはギリギリ、いろんな人の動きもありましたが、なんとか踏ん張ったことで、まあ、今でも危ない状況が一部ありますけれども、まあ、今日の状況でなんとか押し通めることができたと、まあ、そう思っています。いや、それで、まあ
菅さんね、その菅さんが原子力委員会の近藤委員長にお願いして250キロ圏まではその退避しなきゃいけない、最悪のことが起きたら東京までみんな人が住めなくなる、すると日本なくなるというね、そういう話をまあ得たけれど、その場ですぐそれをまた発表したらとんでもないパニックになるということで、発表はできない、だけどこういう危険だというジレンマをその時味わったわけですよね、菅さん。もうですね、原発がなくても電力が足りるかといえば十分足りるということが証明されています。私は今でもですね、原発やあるいは場合によっては化石燃料も、電力に使うのをやめて再エネに 100% 変えるべきだし、まあ、それが政治の役割だと、まあ、どこまで政治家が続けられるか分かりませんが、しかもこの問題だけは最後の最後まで取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございます。菅さんがね、もうもちろんまだ現職の衆議院議員ですけれど、そうやって総理の後もずっと原発はダメ、自然燃料という活動をずっと続けてくださっていることにね、私たちは力強く思っていますけど、本当に今後とも、ぜひ頑張っていただきたいと思います。どうも今日は菅さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうですかね、松下さん、松下さんもね、都議会議員から市長からやって、はい、まあ、脱原発に関しての、まあ、市長会での、ね、役員もやったりしてね、はい、監査と一緒に行動してきたわけじゃないですか、はい、その原発がどうしてそのこう未だに支持されているんだと松下さんはどういうふうに考えますか。もう本当に不思議でしょうがないです。今のもう自民党の裏金事件と表と裏なんじゃないかともう思えてしまうんですけど、お金によってやっぱり政策が歪められ、エネルギー政策もお金をたくさん出すところから歪められてきたんじゃないかなとも思えてしまうんですが、やっぱり冷静に考えて地震大国の日本に原発はやはりふさわしくないエネルギー政策だと思います。1月1日能登半島で地震がありました。珠洲でもし原発反対の運動が起きていなくてあそこに原発ができていたらどうだったんだろうなと思うと本当に恐ろしくなりますし、その直後1月には首都直下地震を思わせるような東京湾を震源とする地震もありました。これだけ地震が頻発している国にあって、いざという時の避難計画を作らなきゃ本当はいけない、でもその避難計画も到底無理ですよね。何万人何十万人って避難できる場所ない、だったら原発はやはりふさわしくないという答えは出てるはずなのに、それでも原発を後押しする。最近だと気がかりなのは脱炭素と原発政策をセットに、脱炭素のために原発を再稼働というような流れがあるのも本当に不思議ですし、どうしてみんなこの3.11 東日本大震災福島原発事故の恐ろしさを13年で忘れちゃってるのかな、忘れないでほしいなという気持ちを強く持っています。そうですね、だからなんていうかこう原発というのは本当はすごく怖い、さっきの菅さんの話のように日本が住めなくなるぐらい大きな事故になる、そしてそれを防ぐ、一旦事故になったら止める方法がない。福島は奇跡的になんとかなったけれど、本当にその奇跡が起こらなかったらそこまでなってたんだというね、こういうことがみんなが本当に知れたらちょっと待てよとなるんだけれど、それがこう、うまく伝わらない。やっぱりその早く電力が欲しいということに負けちゃうとかね、まあ、そういうことなんだろうと思いますけど、笹岡さん、その笹岡さんはこの映画を見てその原発というものに関してどういうふうに感じていらっしゃいますか。まずこの地震大国、災害大国の日本においてこれだけ原発が作られているということをきちんと把握していなかった自分にとても反省しました。やっぱり子供が生まれたで初めて子供たちの世代の世の中、将来がどうなるかっていうのをこう具体的に心配するようになった時に、私たちの大人の責任をちゃんと果たすべきじゃないかなと思いました。これは果たして残していいのか、最終的な処分がまだ決まっていない中で使っていいのか、電力のために何かがこうやっ
ときに、その周辺の方々の暮らしも、なりわいも、根こそぎ持っていかれるようなものを、残していいのかなというふうに、とても思っていますので、そういったことを全く知らないで、日々暮らしてきた自分にとても反省をして、子どもたちの世代にきちんと責任を持って、せめて、なんて言うんでしょうね、最善を尽くしましたと言えるように、何かできることがないかなと思って、気づいたら政治の場にいたというような感じです。なので、私は明確にとても反対しています。はい、ありがとうございます。まあ、確かにね、どうもこう、メディアの論調もね、なんとなく原発再稼働しないと日本はエネルギーがないんだと、高い石油を買ってんだと、石炭買ってんだとね、ガス買ってんだということになっていきがちなんですよね。だけどそうじゃないでしょと、その一旦起きたら国が滅びるようなことはとりあえずやめて考えましょうと、エネルギーが絶対ないことはないわけだね、さっきの菅さんの話のようにね、まあ、そこはもう少し議論しますけれど、その原発というのはそんなに怖いものだということが、まあ、この一つの映画のね、一旦起きたらこんなことになるんですよという意味だったんですけれど、まあ、それをちょっとね、ここで皆さんの方からね、そのお二人にね、その原発とかその映画とかに関してね、いや私にでもいいですよ、なんかこう質問があったらね、1というか2人、選挙のこととか政治のことはまた後でやりますから、原発のこととか映画に関してだけの質問でお願いします。須田岡さんに質問です。悪夢の民主党と言われた 3.11 の後の政権の後に、なんで自民党を選ばずに、立憲で立候補したんですか。はい、ご質問ありがとうございます。なぜ自民党ではなかったのか、反対に行かなかったのかということですよね。私残念ながら立憲民主党に所属していなくって、ごめんなさい、はい、ご所属なんですけれども、立ち位置としてはやっぱり子どもたちの世代にちゃんとして世の中を残すということで、さまざま考えるといわゆるリベラル の立ち位置におります。ですので、その時の政権がどうだったかというよりは、将来的に子どもたちの社会にとってあるべき姿、人々の命と暮らしと人権や平和を守っていくことといったことを大切にしておりますので、自然とこのいわゆるリベラルの立ち位置にいますというような説明になります。ありがとうございます。自民党へ行けばよかったのにという質問ではなくて、行かなくてよかったねという質問ですよね。拍手いただいたということで、やっぱりあの後ですね、 3.11 の後民主党叩きっていうのがすごかったので、それなのにと思ったんです。はい、わかりました。質問の趣旨はよくわかりました。まあ、そこはね、お互いというか、佐和子さんも松下さんも政治家なんで、いろいろ思いはあると思いますけれど、そういう意味で、じゃあ私の方から松下さんはなぜ、最初民主党で立候補したんですか。本当だ。私はですね、立候補のきっかけは当時松下政経塾というところで研修をしていて、都議選に出ませんかというお声をかけてもらったんですよ。ただ松下政経塾出身議員はほとんど自民党なんですね。今大臣の方とかもいらっしゃるんですけど、その中で民主党で出るのはそういなかった。ただ私最初に塾に入る時から自民党支持ではなく、民主党や、まあ、当時は社民党の方の学生ボランティアをしてたこともあったので、平和とかそれこそ人権とかそういう政策、当時は原発とかは考えてなかったので、そういう政策から民主党でした。自民党に行こうと思ったことはないです。はい、ありがとうございます。なんか映画からちょっと政党の話になりましたけど、もう一人ぐらい映画とか原発に関して話したい人いらっしゃいました。私の記憶が定かであれば、一番勝さんが知ってるかなと思うんですが、小沢一郎さん、いよいよ東京に放射能が流れてくるという情報をして、
真っ先に逃げたという記事が文藝春秋文春に書いてありました。私の記憶に違いなければ、その記事が正しければ、果たしてあの時本当に小沢一郎さんは、東京から離れて辻沢を持って逃げたんでしょうか。事実やいかに知ってる限りで教えてください。はい、私はその記事も読んでないし、確認してません。小沢さんが本当に逃げたかどうかは分かりません。本当に私は分かりません。菅さんが一番好きです。いや、菅さんいいですか。私もよく知らないですよ。そういうことからちらっと聞きましたけども、多分半分は噂のためだと思いますが、確かに音は知りません。はい、ありがとうございました。なんか面白い質問が出てきますね。あ、どうもありがとうございます。この太陽の蓋は、YouTube で見て、前にも見させていただいて、多分3回か4回見てると思うんですけども、改めて今日じっくりここで見させていただいたら、あ、よくできてる映画だなと思って、これ脚本を書いたの田代田さんご本人ですか？すごい質問が出てきましたね。脚本は脚本家の専門の方に書いて、ただし、半年間で、ね、私も入ってる。その脚本を叩きをしました。これはまずいだろう、これは言い過ぎだろう、これ事実とちょっと違ったらどうする、多分事実だ、そういうことをね、ものすごくそのギリギリまでやりました。で、この映画のね、まあ、自分で作ってというのも変ですけど、やっぱり今までの映画と一番違うところは実名で政治家が出てくるところですね。多分その総理大臣が実名で出てきて、しかもまだ菅さん今日お元気なようにね、お元気な方が、総理、元総理が、ね、実名出てくる映画なんか日本中ないんですよ、今までね。それだけそのリアルに徹しようと。だから枝野さんも実名出てくるしね、福山さんも出てくるしね、やっぱり そこにリアリティを求めたんですよ。だから脚本もそういう感じで、もう事実にできるだけ近くというふうに作ったんで、後で文句言われないよね、ということに一番近くを使いました。一番それでね、一番この感心したというか、今日ポイントを感じたところは、割と最後の方の場面で、あれですよね、情報がなかったんですよ。でも、情報があったら何かできたんですかという、あの問いですね。これが一番すごいなと、僕は感心しました。結局、何を言いたいかっていう、そこに一番のメッセージがあって、原発そもそもやったらまずいでしょうと。いくら情報があってきても、その中で何が起こっているかわからないよということを、端的に会話の中で象徴的に表しているというところが、いや、これやられたなと思って感心しましたね。素晴らしいと思いました。ありがとうございます。まあ、そこら辺りの細かい、細かいというかね、本当に今一番いい部分をおっしゃってくださったんですよ。本当にその原発はね、一度暴れ出すとどうしようもない、これ誰も止められない。だからその最悪のシナリオを250キロ東京まで避難区域になるというのはなぜかというと、止められないからなんですよね。で、福島第一のあの時は4号機が主に問題だったんですけど、4号機をもう見放したら321と全部メルトダウン、まあ、12はメルトダウンしたんですけれど、止まってる部分まで全部ダメになるんですよね。そうすると福島第二は動いてたんですよね、4号機の人もね。第二ももうそれダメになって、人が近づけなくなるんですよね、一箇所ダメになると。人が近づけないということは、もうそこは諦めなきゃいけない。するともう、いくらでも放射能出っ放しに出てしまうという、そういう話だったので、そういうところになると、今おっしゃったように、もうね、情報があろうがなろうが、そんな問題ってないんですよね。まあ、それだけ怖い問題だということを、まあ、映画で言いたかったんですけど、一言だけ言いたいとしたことで、その怖いという原発っていうのはあるんですけども、さらにこの映画でってことじゃないんですけど、次の第2弾っていうか、ちょっと期待しちゃうんですけれども、何か、何かというと、どんなふうに怖いかという具体性がね、これがあるとすごいなと思って、もうやっぱり端的には東海村のね、 JICの事故であったと思いますけど、放射能、実際浴びた人のこう悲惨なことがありますよね。実際放射能というのは何も、まあ、もっとこうマイルドに後で癌になったりするとかいうこともあるんでしょうけども、
そういう本当のこうリアルな恐ろしさをどうに伝えていったらいいかってところがもう一押し課題かなと思ってそこを期待しておりますよね。これ最後です。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、あの一つは住めない街がというゴーストタウンみたいになったという映画を実はその太陽の蓋のスピンオフで3つ作ってまして公開したいんですよ。だけどまああまり見てもらえてないというんでね。ただあの三上さんおっしゃるようにもう一本映画作ればいいんですけれどなかなか私もなかなかいろんなことやってエネルギーないもんでと言い訳してもしょうがないんですけれど、まあ、あの確かに言われるとですね本当に怖さっていうのはその次の状況を見ないと怖いというのは分からないかもしれませんですね。ありがとうございました。私ばっかり喋っててせっかくのゲストがあの喋ってないんで少しまた話をあの二人に変えていきたいと思いますが松下さん、はい、あのねなんていうか松下さんはこの映画の上映会を何回かこう武蔵野およびいろんなところでやりましたよね。でその時にそのなぜその自分が上映会しててもというような、ね、強い思いを持ったんですか。はい、あのやはり私自身が福島原発事故が起きる前は原発政策に対してほとんど、強い関心も持たずに安全神話をそのまんま信じていた一人だったことの反省からです。原発は安全だ、必要なエネルギーだというふうに思い込まされていた部分があります。よく福島から脱原発になって活動しているといろいろ脱原発の活動している人たちからチェルノブイリの時からやってるのに福島からやってるなんて遅いわよってお叱りをいただくことがあるんですね。あ、すみませんと。ただチェルノブイリの時はまだちょっと若すぎたかなとも思うんですが、あの気づいた時に動かなくっちゃっていう思いです。あのいつになっても気づいた時に一生懸命動こうとできることを私にできることを微力でもやろうという思いで映画の上映会を通じて問題意識を持ってくださる方を増やして仲間を増やしたいなという思いで取り組みました。ありがとうございます。笹岡さんはその後ね 3.11 の後そのいろんなことに政治に目覚めてその例えば山田さんのところにその学びに行ったりなんかしてるじゃないですか。それはどういう気持ちというかどういうふうに実際にあの学んでいったんですか。さまざまな情報を取っていく新聞以外で取っていく中の一つに山田雅彦元農水大臣がずっと出していた主にフェイスブックで出していた情報がありそこで政治塾を始めるとおっしゃったので行ったっていう感じなんですが、まあ、そんな突飛な行動はあまりしたことがなかったんですけれども、例えば給食の安全を考えるという会を見つけて衆議院会館に勉強に一人で行ったりとかそういった少しおとなしく一人で動き始めていた中の延長線上にそういった勉強会があって、またその先にじゃあその自分の声を代弁してくれる人がいないのであれば自分がその選択肢になるのはなるっていうこともその大人のとしての責任を果たすという一つではないかと思って市議選に出馬したというこの流れがある感じです。その山田雅彦さんというと、まあ、農水大臣でその監査の前の畑山さんの時の農水大臣ですかね、確かね。そのそうですよね。でその人はある意味で農業の専門家ですよね。農業とか食とか生活とかの専門家ですよね。そういうところに惹かれたということですか。そうですね。あとは政治不信にとてもなっていたので嘘をつかないのではないかと直感的に思ったという感じで、振り返ると、まあ、そういうことになっていたんだなというふうに思うしかないぐらいのなんかまあつながって自然とつながっていったという形なんですが、もちろん食の安全に今でもやって活動してらっしゃるし、ぶれずに子どもたちの世代に日本の種を守って食を守ってというふうに活動している方に私は共感しています。原発事故で水と空気と人々の暮らしとが危ぶまれたということを考えると、やっぱり人の暮らしとか命あるものの暮らしがどれだけ尊いかっていうのをすごく感じましたので、
そこの原点がとてもリンクしているというふうには思っています。そうですよね。あの原発で汚染されたら食べられないし、今でもその福島からね、まあ、東電の油政府の処理水ですよね、汚染水かもしれませんけど、それを流し続けたら、魚が食べられないだろうと言って漁業者は怒っているというね、非常にその原発というのは食べ物の食になると非常に大きな影響、悪い影響を及ぼす関係になるということは間違いないですよね。まあ、そういうことで笹岡さんは、市議会議員立候補して当選してそういう活動を続けてきたと。さあちょっとねもう時間がないのでね、その市長選挙の話もね少しはせっかくだから聞きたいというね、映画とちょっと離れますけど聞きたいという方いらっしゃるかもしれませんけどね、まあどうですかね、笹岡さんね候補者だったんだからね、負けた候補者がああだこうだというのはね多分言いにくいと思うけれど、まあ私が想像するにね、隣に松下さんにね、もっと応援してほしかったんじゃないかと思うんだけどね、ちょっと言ってよそういうことね。そうですね、まあ、とにかく、市長選を終えて負けてしまったわけですけれども、この18年間続いてきたリベラル側の姿勢が、私が候補者のタイミングで一度幕を閉じてしまったということに関して大変な責任を感じて、何て言うんでしょう、武蔵野市民の方一人一人に謝ってもらわなきゃいけないというふうに思っていましたので、そんなことを感じる年末年始でした。なのでその、まあ、もっとできたことはないかとか、さまざま敗因等もたくさんありますけれども、そんな中で応援してくださった松下様はじめ皆様に本当に心から感謝しているところでありますが、とにかく本当に申し訳なかったというふうに思っております。いいよいいよ、よくやったよ、いや温かい拍手が。でもね本当にね、本当にまあ大変だったし、笹岡さんがその後ね随分まあ、落ち込んでるって言ったらどうかわかんないけど、そういう感じに捉えたんでね、今日ね私の声かけにでね、こうやって皆さんの前で初めてねマイクで皆さんの前で話をしてくださるということはね、私としても非常に嬉しいしね、本当にありがたいことなんですけど、松下さん、はい、松下さんもこのことに関してはいろいろ思いがあるし言いたいこともあるでしょうけれど、はい、まあ、私が見てた感じね、松下さんは必死になって応援に行くよ行くよというのにね、うまくそこがね回らなくて、周りから見たら松下さんの応援が足りなかったという声もあるけれど、実は松下さん一生懸命オファーしてたんですよね。今そこら辺りの、その松下さんなりの悔しさもあったので、ちょっと詳細話してください。はい、そうですね。まあ、まずは、昨年に遡ると秋に、菅直人さんが、まあ、今期で引退を、衆議院の引退を決断され、その後私が、まあ、衆議院を目指したいということを皆様にもお伝えをして、そういう思いを持ったまま市長の職を続けているわけにはいかないなということを、やはり衆議院はいつ解散があるか分かりませんので、早期に辞任をすることを決断をして11月末で、辞めました。そのことがあったため市長選挙や並びに市議補選も行われましたので、私自身この選挙にかける思いというのはやはり並々ならぬ思いはあって、もう自分の選挙と同じ気持ちで絶対に勝ちたいなという思いで、取り組みました。まあ、ただいろんな皆さんからご批判もいただきました。もうずっと市長をやってほしかったのに、なんで辞めたの、いやずっとはなかなか難しく、私としては衆議院に挑戦をしたいという思いで、それも武蔵野市を投げ出すわけでも逃げ出すわけでも放り出すわけでもなく、市長として、頑張ったけれども、市長としては限界があるから、やはり国政で法律を変えたり制度を変えたりすることで、武蔵野市をもっともっと良くする思いで、衆議院になりたいんだということをお伝えしても、なかなか伝わらないことも多く、そのことからもあってか、市長選挙の応援ももっともっと私はしたかった、時間ももっと長く取ってたんですけど、この時間まででいいですよっていう形で一定制約があったので、まあ、残りの時間は市議補選もあったので、市議補選の応援に、走るなり、そんな形で、やってました。
そうですね、まあ、あの松下さんも本当はもっともっと応援したいし、そういうオファーも出したけど、そこがうまくかみ合わなかったとね。佐藤さんももっと応援してほしかったけれど、まあ、候補者の立場であらこうだ言えなかったというね、まあ、本当にその悔しい思いの2人がね、今日はその悔しさを、まあ、あの発言してくれれば、それも一つの発言だろうと思うしね、私は、まあ、のその今日の対面というのはすごいいいと思うし、また原発とかね、その食とか子育てとか、そういうことに関してね、2人の思いはね、あの必ず一致してると思うしね、今後もそういうことをやっていただきたいと思うんですけど、その笹岡さん、その今後の武蔵野市に対してね、佐藤さんはどういうふうにこう思っているとかね、また今後も、一緒やるんだとか、そんなこと言わなくていいですよ、市長選挙やるの言わなくていいけど、武蔵野とか自分 の, その地方自治体の政治家としての思いがあったら、ちょっと聞かせていただきたいと思います。そうですね、年末年始大変気落ちしてだったんですが、それも無責任じゃないかなと思い直しました。2万人以上の方が票を入れてくださったわけであり、そのまま私ショックですから、こもっておりますっていうのは大変無責任だなと思いましたので、やっぱりもう一回動かなければいけないし、今回の市長選において、普段政治に関わってこなかった我々の働く世代ですね、30代とか40代とか50代とか、子育てもあって介護もあって残業もあって忙しいけれど、その出張の帰りにそのまま活動を一緒にしてくれたりとか、そういった人たちがせっかくいるのであるから、この一度コロナ禍で切れてしまった横のつながりももう一回構築して、この4年間は政権交代が起こってしまったわけですけれども、それを見過ごしているのはとてももったいないことだと思いますので、やっぱりもう一度改めて新しい方も巻き込んで武蔵野市をより良い町にしていくために何かしらやんなきゃいけないなっていうふうに思い直した年始でした、はい、なので何かしらで、力を携えて、層も超えて属性も超えて、やっぱりもう一回頑張っていきたいなというふうには思っております。ありがとうございます。いや本当に力強いですね、頑張ってほしいと思います。松下さん、はい、まあ、市長6年やってね、はい、菅さんの後を行って衆議院組んだということで市長辞任しました、はい、で今その準備をしていると思いますけど、はい、そうは言ってもね、自分が松下さんご自身がこの市長を6年やって、一生懸命頑張った武蔵野市というところに関してね、出ていくわけじゃないですけど、はい、どういうこの武蔵野市に対して思いを残しているでしょうか。ちょっとありましたら聞かせてください。はい、私市長在任の最後のところで次の計画作りを携わりました。その計画ほとんど新市長になっても変更なく第6期長期計画調整計画というのですけど内容になっているというふうに聞いています。ただその中では例えば公立の小中学校の給食の無償化を早く検討して進めていこうよっていうことで議論をしてきたんですけれども、この4月から東京都が半額補助を出すことも決めたんですが、武蔵野市残念ながら4月からの学校給食無償化には予算に新市長は計上してないんですね。そういうことも含めてチェックをしていかなきゃいけないなというふうに思っています。なんでやらないかな、やらない理由が見当たらないんだけどっていうのを本当に思っていますので、もうここは議会の中で議員の皆さんにこれから予算委員会などで議論していただきたいと思うんですけれども、そういう4年って長いですけど意外とあっという間なので、市政のチェックをですね、いろんな市民の皆様と共に行いたいですし、やっぱりそうですね、市民の声がちゃんと届く市政であるのかということはしっかり見ていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。もう間もなく終わりますけれど、本当にね、2人今日出てこうやって佐岡さんも明るいというか力強い言葉を出してくれたんでね、私嬉しく思うし、松下さんもその自分の残したことをね、もっともっとこう
注目していってほしいし、次に頑張ってほしいと思います。それで少しまた話をその原発エネルギーの方に返してね、終わりにしたいと思うんですけれど、その菅さんがまあおっしゃってたね、原発なしでもやれるんだという話ですよね。これはこれだけではちょっと説得力弱いので、じゃあどうするのということありますよね。原発なしでやれます、自然エネルギーでやれます、ドイツがやってるからというだけではありません、やれます。ただ日本はね、そっちの方に舵を切らないんですよ。原発が好きな人がいるから、それだけのことですよ。他に理由ないです。ここにね、これまだ新しいこの2月10日の新聞ですけどね、一面トップに再エネ45万世帯分無駄にという一面トップですよ、朝日新聞の。これだけ大きなニュースなんです。再生可能エネルギーを去年1年間で45万世帯分無駄にしてるんですよね。発電できるのに止めるんですよ、国が。なぜかというと原発がベースロードにあるからね、原発を止めるわけにはいかないから。原発ではそうですよ、止めたりつけたりできませんからね、そう簡単に。だから原発が動いてるんだから、その余ってきたらね、再エネを止めなさいと言って45万世帯分無駄になってるんですよ。これ なんでですかというと、国の方針がそっちに向いてるからなんです。それだけなんですよ。どっちがいいか決まってるじゃないですか、皆さん。ただですよ、太陽も風も。でそれでね、10年前から比べたら太陽光発電っていうのは10分の1のお金でできる施設がね、風力も10分の1のお金でできるようになったんですよ。でそれを蓄えるバッテリー、蓄電池は3分の1のお金でできるんですよ。そうやって技術はどん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 自然エネルギーの方に向いて進歩しているのに、日本はなぜか原発が大事な人がいるのと、もう一つはね、やっぱりせっかく作った原発を再稼働したらいい。これはまあ確かに作ってるから一番安く作るんですよね。だけどこれだけ危ない原発を続けていくことに本当にいいんですかと。もし今回の能登の地震がね、あそこのね、首都原発を動いてたらどうするんですかと。逃げられはしませんよ。実際に道がどんどん寸断されて逃げられなかったという報告がもうすでにあるじゃないですか。だからそんなことをね、まだこれからやるんですかと。私はやっぱりこの映画を上映しながら、いつももういつも強く、このことを皆さんに最後にね、強く訴えながら終わることにしてるんで、ごめんなさいね、なんか言い過ぎたかもしれませんけど、 ありがとうございます。まあそんなことで今日は皆さんに太陽の蓋を見ていただいて、一番びっくりしたのは初めて見る方がこんなにたくさんいらっしゃったり、たくさん本当にありがとうございます。ぜひね、この映画良かったよと、でいいと思われた人は宣伝してください。実は今日は皆さんに有料でお金払ってきてもらいましたけど、実は YouTube でタダで見れます。タダで90分版今日見たのと同じのが YouTube で無料で見れますから、どんどん話してあげてください。今34万人見ていただいていますけど、できれば早く100万人見ていただきたいと、そんなふうに思ってます。まあ、そんなことで今日は、原発の映画太陽の蓋を見ていただいて、菅さんにその時の話もしていただいたし、特別ゲストの2人に、武蔵野市の話も市長選の話もしていただいたし、皆さんに少しぐらいは満足していただけたんじゃないかと思います。どうも武蔵野政治部太陽の蓋、いつもひいきにしていただいてありがとうございます。今日はこれで終わりにいたします。どうもありがとうございました。